の関係済みと浜駅は、愛媛県松山市愛津町にある四国旅客鉄道予讃線の駅である。駅番号は Y54。駅名標のコメントは、坊ちゃんゆかりのターナー島の駅。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。本屋側の線路が通過線となっている。停車列車も含め、上下線とも行き違いがない場合は基本的に1番乗り場を通過する。 かつては二面三線の携帯でだったが、三番乗り場の線路が撤去され現在の構造になっている。かつての通標閉塞時代の信号扱い所跡や腕木信号用のケーブル跡などが典型的な単線区間のローカル駅の佇まいを残す。平日の午前中に社員が配備されていたが、2010年に無人駅化された。自動券売機が設置されているほか、駅舎の一部で、 うどん店が営業している。かつては一部の特急列車が停車していたが、その後停車駅から外れた。地元の高校生たちが主な利用客である。また、私立日田高等学校の受験の日には、多くの受験生が利用し、大混雑するという現象が起こる。松山市水戸地区の玄関駅は、伊予鉄道水戸駅であることから、駅前は換算としている。当駅から水戸駅までは、 徒歩15分の距離であるが、伊予鉄バスが、ループバス運行している。平成20年に14階建ての分譲マンションが、駅前に建設された後、駐輪場やロータリーなど駅前が整備された。ありがとうございます。